琉球トラウマナイト、かんこどりの泣く夜、古典怪談朗読劇、琉球の古典怪談をラジオドラマでご紹介しましょう。ご案内役は役者の神崎秀俊です。実感寺の雨海幽霊。今から随分と昔、これは那覇の三重橋あたりで実際に起きた話であると言われている。その昔、三重橋は十貫寺と呼ばれ、岩礁が立ち並ぶ海のそばで、浅い入江とそこに点在する浮島と呼ばれる小島で成り立っていた。1451年、昭金福王が長江堤という浮島と浮島を結ぶ橋を作ってから、そこは人々が行き交う要所となり、次第に栄えていった。そんな十貫寺の近くに、一軒の飴屋があったという。はあ、今日もそろそろ店を閉めるか。すいません。あ、はい。お客さんですか。はい、誠に相すみませんが、飴を一ついただくことはできませんか。ああ、いいですよ。どれにいたしましょう。これをください。はい、これですね。よろしいですか。2問いただきます。ニフェイアイビン。その女は白装束で、夕方の十貫寺には似つかわしくない感じだった。それでもまあ客は客である。主人は疑うこともなく飴を渡した。女はそれを受け取ると森の方へと音もなく歩き去っていった。なんか気持ち悪い客だったが、まあいろんな人がいるからね。よし、今日はまずまずの売り上げだな。1問2問ん？ちょっと待て、なんだこれ。こんなものを受けたった覚えないが。主人がその日の売り上げを勘定していると、お金に混じってきれいに折りたたまれた生姜色をした2枚の紙切れが混じっている。主人はそれを広げて思わず驚きの声を発した。なんだこいつは。それは一面に印が押された紙。すなわちお盆に死者のために燃やす内カビだった。飴屋の主人はこんなものを受け取った記憶はない。どうして混じっているのかと何度も売り上げを確認したが、やはりそれは死者の金、内カビであった。もしかしたら昼間に来たあのガキどもが俺様をだまくらかしたのか？くそ、明日もし来たら問い詰めてやる。だが、主人は知る由もなかった。これが後々まで語られる世にも恐ろしく、世にも悲しい話の発端に過ぎなかったこと。現在の那覇。三重橋付近は十貫寺と呼ばれており、そこには一軒の飴屋があった。前の日の夕刻、一人の女が飴を買いに来たが、夜になって売り上げを数えてみると、なぜか死者のお金、内カビが混じっていたという。けしからん。きっと子供たちのいたずらに違いない。大人を内カビで騙すなんて実にけしからん。今日こそ問い詰めてやる。はいさい、飴ちょうだい。私にも飴ちょうだい。いらっしゃいませ。お前たち、昨日も来たな。あのさ、飴大好きだからさ、毎日でも来るんだよ。そうだよ、お小遣いもらったら真っ先に飴を買うんだよ。飴を買うのはいいが、お前たち大人をだまくらかそうなんて、そんな魂胆抱いてないだろうな。どうして騙すの？だってこんなにさ、飴大好きなのに。ねえねえ、
わかった。好きなもの選びなさい。今日の飴は特に甘いものばかりだよ。わーい、はーい、やったー、選ぼう選ぼう。うんうん、選ぼう。すいません、これください。はい、一問ね。そう言いながらも主人の目は鷹のように睨みを聞かせていた。ところが子供の小さな手で差し出されたのは紛れもない一文銭が一つ。打ち紙なんかではない、正真正銘のお金だった。ニフェーデビル。ニフェー、ニフェー、あちゃーやー、あちゃーやー。主人は子供たちが去ってからもう一度視線を売上金に戻した。そこには確かに一文銭とその他の小銭が入っていた。そして昨夜と同じく店を閉めようとした夕刻、最後の客がやってきた。すいません、飴をくださいませんか。え、ああはい、ああ昨日の方ですね。飴ですか。いかがいたしましょう。その飴をください。ええ、いいですのは、にもになります。女はまるで海の白波のような真っ白な手で飴を受け取ると、お金を払ってから昨夜と同じ森の方角へと音もなく帰った。それから主人が店を閉め売り上げを数えていると、やはりそこにあるではないか、死者のお金、内カビが混じっていた。これはどういうことだ。もしかして何かの呪いか。子供じゃないとすると、これはもしかしてあの女なのか。この女は一体どこから来て、どこに帰って行ったのだろうか。那覇の十貫寺で飴屋を営むその主人は、その夜一睡もできなかった。毎晩店が終わってから売り上げを数えた時の、その中に必ず混じっている死者のお金、内カビが一体どこからやってきたのか、合理的な答えを導き出せないからであった。今日こそ内カビの出所、必ず突き止めてやる。お金だと称してこんなもんで人を黙くらかしやがって、悪質この上ない。そしてその日、一日中売上金と客を睨みながら監視を続けていたが、内カビで飴を買う客など一人も現れなかった。すいません、飴をくださいませんか。ああ、あんたか。驚かせないでくださいよ。いいですとも、昨日と同じでいいのかね。はい、それをください。はい、二問いただきます。女は昨日と同じようにお金を払って飴を受け取ると、そのまま深い森のあるあたりに消えていった。主人はもう一度売上金の入った箱を見た。おお、まさかあの女だった。そこには一文銭に混じって確かに二枚の内カビが紛れ込んでいた。主人は内カビを見るといても立ってもいられなくなった。そのまま店を閉め、女の後を追った。
女は険しい山道を登り、入るのもはばかれる闇の中に進み、誰も立ち入らないような墓場の中へとやってきた。そこは通称七千墓と呼ばれる墓が林立する場所だった。と、女はある墓の前で急に立ち止まった。後ろから追いかけてきた主人の方を振り返って一度お辞儀したかと思うと、そのまま陽炎のように消えてしまう。消えた、消えた、消えちまった。ユリだ、ユリだ。店の売上金に混じっていた謎の内カビ、死者のお金を使って子供たちが自分を騙していると思っていた飴屋の主人の想像は完全に裏切られた。それは子供たちではなく、夕刻に必ずやってくる一人の女性の仕業であった。女性の後をつけた飴屋の主人は、女の姿が奥深い場所の墓の前で忽然と消えてしまうのを見てパニックになった。これはマジムンの仕業だ。バキムンに違いない。そうだ、そうだ、草原寺の住職に助けてもらおう。私の手に余ることだ。次の日、店を閉めた飴屋の主人はその足で懇意にしていた草原寺の住職のところに出向いた。住職、大変なことが起こった。一文銭が打ち壁になった。子供たちの仕業だと思ったんだな。で、違ったんだよ。真っ白な着物を着た女がね、夕刻飴を買いに来たんだけど、閉まる直前にいつもと同じ飴を買って、こう細い手で荷物を渡して、それで後を追いかけたら墓場に消えて、それで荷物は打ち壁になっちまった。どうしたらいいんだよ。なあ、飴屋の主人よ、全く意味がわからない。もう少し浅学な私にでも分かるような言葉で順序立てて説明してくれんか。そこで主人が水を一杯飲んで落ち着いたところで、最初から話を住職に聞かせた。住職は最初眉を潜めて話を聞いていたが、やがて何か決心したかのように境内の仏像の方を向きながらこう語った。死者が生き返る話はよく聞く。わしも先代の住職からいろんなうつるさぬ話、つまり背筋が凍りつくような話を聞いたことがある。しかしこれはすぐ近くで、しかも七千墓の話であるという。こうなったらその墓に実際に行って確かめねばなるまい。その女が消えた墓を開け、中を確かめるのだ。あんたたちが言ってくれるなら私は安心だ。あんたたちじゃない、お前が案内してくれ。今からお前と二人でその場所に行って確かめるのだ。こうして夕暮れが迫ろうとする中、提灯を下げた住職と飴屋の主人は、木々がうっそうと茂る七千墓に分け入った。すると聞こえてくるのである。あの音は何だ？ああ、聞こえる。あれはおそらく赤子の声。どうして墓場で赤子の声など聞こえるんだ。恐ろしい。引き返そう。いや、あの声をたどっていこう。答えはおそらくすぐそこにあるはずだ。Thank you.
飴屋の売上金に使者のお金、内壁が混じっていた件はここに来て大きな山を迎える。七千葉かに消えていった女の後をたどった飴屋の主人と草原寺の住職は、森の中で夜の墓場にふさわしくない赤子の鳴き声を聞いた。やがて二人はその声をたどってある墓の前へやってきた。確かにこの墓だ。あの女が消えたのは。よし、墓に積んである石をどけるぞ。手伝ってくれ。飴屋の主人と住職はその墓の入り口に積んであった拳台の石を丁寧にどけ始めた。石は新しく積まれたようだった。やがて入り口が開いて提灯で墓の中を照らし出した。これはなんだ。そこで二人が見つけたのは、死後数日経っている女性の亡骸と、その横で元気に泣いている赤子の姿であった。赤子の横には飴を包んだ紙がいくつも落ちていたという。この女は見覚えがある。近くの村の女で、妊娠していたが不治の病にかかって亡くなってしまった。その時お腹に赤子を宿していたとも聞いた。きっとお腹の子供が不憫だったのだろう。死してなお子供を思う母の強さで幽霊としてよみがえり、赤子を養うため飴を買ってそれを与えていたんだ。なんてことだ。何万ダブ何万ダブ。女よ、お前の強い意志がこの子を救ったのだ。もう心配するでない。子供は確かに我々が引き取った。お前は立派な母親だった。さあ仏のもとに帰りなさい。お前はすべての母親の鏡だ。住職はその場で念仏を唱え、やがて赤子は寺に運ばれ手厚く育てられた。その後この赤子は成長し、後に寺師鎌口と呼ばれたという。寺師鎌口はこの世のこともあの世のこともすべて知っていたと言われ、死者から生まれたせいで二つの世界を取り持つ人となった。後に現れることになったユタ、すなわち沖縄の霊能者はここから出ているという説もある。現在も三重橋にはこの話の元になったアメカイ幽霊の墓が残っている。スクリプト小原武史、朗読飴屋の主人神崎秀俊、住職崎山和葉でお送りいたしました。こんにちは、小原武史です。今回ですね、ご覧いただいたのは、十貫寺の飴会幽霊という話なんですけども、十貫寺っていう言い方は今はもうないんですね。今はもう三重橋とかそういう言い方になってますけども、昔今の三重橋の辺ですとか、全部海の底だったんですね。で、後に埋め立てられたものが、まあ、現在の元居として残ってまして、西側の方を、この塩田を開拓して埋めていったっていう、まあ、事実があるんですけど、その十貫寺の由来はですね、ある人がここからこう船に乗って中国に行こうとした時に、なんか十貫お金ですよね、あれを、岩礁の上に忘れてったんですよ。で中国に行って帰ってきた時にまだ見たらその十貫がそのまま残ってたと。なので十貫寺というですね、
こういう言い方って結構あるんですね、沖縄のね、話でね。まあ単に忘れてただけなんですけど、まあそれが地名になってしまったみたいな、場所で。で、まあとりあえずお墓が多かったんですね。今でもその、まあ具体的に地名を挙げますと、純駆動那覇店さんの入っているビルの横ですとか、その後ろ、まあほとんどお墓なんですよね。住宅地の中にお墓が残ってると。で、これを通称七つ墓って言うんですけども、まあ七つ墓、七千墓って聞くと、お墓が七つあるという、そんなイメージなんですが、実は七つ以上あるんですね。多分、もう100ぐらいあったはずなんですけど、なのになぜ七つ墓というかというと、これ中国の言い方でですね、七つっていうのは、まあ、たくさんとか、いっぱいあるという意味があるらしくて、そういうところから七つ墓と呼ばれているらしいんですね。で、このアメカイ幽霊の話っていうのは、私、京都の出身なんですけども、京都も三軒坂っていうところがありまして、全く同じ話が伝わってます。で、北海道にもありますし、もともとはその、これ、おそらく中国の、伝説にもこういう話があるので、まあ、そのあたりから伝わった話かもしれませんが、とりあえずですね、沖縄らしいというか、この死者のお金っていうのは沖縄にしかないので、その雨屋の代金に払ったお金が内壁に変わるという描写は、まあ、非常に沖縄的なんだと思います。で、まあ日本全国にあるんですけど、特にですね、沖縄って亡骸を燃やしたりするのではなくて、いわゆる仙骨ということが行われていました。どういうことかというと、お墓、あるいはお墓の近くに、台を作るんですね。こう、フラットな。そこにこう、亡骸を横たえて、7日間は、見に戻るんですよ。親族の人が。で、それは、なんでそういうことがするかというと、結構ですね、なんか、死んだと思ってた死者が後で蘇るという話が結構あるんですね。だからもしかしたらその何か病気とか仮死状態みたいになってて、それがまあ蘇ったのかもしれませんしね。当時はその医者のこの死亡診断書とか全くないですから、もう多分目視と息してるかどうかとかね。なんかそんなんで死んでるか判断したとは思うんですけど、まあそういう、まあ、風習もあったので、まあ、でもどうですかね。妊娠してた女性が、お墓に横たえられて、そこで子供を産むというのは、まあ、ちょっと現実的ではないかもしれませんが、まあ、なんか、沖縄の人からするとそういうこともあり得るのかなと。で、この話は別にその三重橋だけではなくて、実は沖縄本島各地に残ってるんですね。で、この話実はもっと長いんですよ。子供を産みましたと。で、その後に、この寺師釜口という人物が現れるんですけども、これ、実際は、ハエバルかどっかのお寺のお坊さんの名前だったと聞いています。しかし、どっかでその伝承がこう、繋がってですね、テーラシカマグチという人は、死んだ人から生まれた生きている人だから、この世のこともあの世のこともわかると。で、それがそのユタですとか、霊能者の、まあ、子孫になったみたいなね、ちょっと、話が壮大になるんですけど、そういう風に伝えられています。で、何かの市町村史にちょっと面白い描写があって、僕忘れられない描写があるんですけど、西原の民話だったと思うんですけどね、なんか市場で働いてる、那覇のね、公設市場で働いてる人の、まあ、交渉っていうか、口述の、まあ、民話みたいなのが載ってて、そこで、寺師釜口は、戦前すぐぐらいまで、公設市場で野菜を売ってたと。ちょっと話の年代が合わないんですけど、まあ、そういう話が語り継がれるのもなんか、沖縄らしくて面白いなと思います。
じゃあその子孫はどこにいるんだっていう話になるんですけど、まあ、これはね、カツレンがどっかで聞いたんですけど、テーラシカマグチの子孫の人がいらっしゃいます。これ本当かどうかわかんないですよ。言ってるだけかもしれませんけど、そういうふうにまあ、なんていうんですかね、伝承と現代がこう、つながってるのが、沖縄の面白いところかなと思います。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。